バルポボは、クロアチア、スラボニア地方のオシエクバラニャ軍の都市及び、基礎自治体でオシエクの北西2 5トルの場所に位置する。標高は9 1ルで2001年の国勢調査による人口は7904人、基礎自治体全体では12327人である。人口のほとんどは、クロアチア人が占める。 今日のバルポボ周辺は古代ローマの居住地である、イオバリウムであったと考えられている。バルポボの最初の文書の記録は1332年に遡り、1438年にはバルポボの城壁に関して言及されている。今日、中世の城壁一部分は、プランダウイコールノーマン城に保存されている。 ナチスの傀儡政権であったクロアチア独立国が倒れた後の1945年から1946年にかけてユーゴスラビア社会主義連邦共和国によってドイツ人などの強制収容所が置かれていた。バルポボの経済は農業や畜産業、林業、木材加工、食品加工業などを基盤としている。また工業では均衡で 天然ガスや石油の貯蔵が行われている。近隣の教育宿に見ホらつなどと道路で結ばれている。ドラーバ川の河岸に近く、古くは封建領主が居住していた。バルポボに、現在も残る文化遺産である、中世の城壁跡や古いレンガの橋、境界や整備された公園などは、町の観光名所となっている。プランダウイコールノーマン城は、 ノーマンイコールエレンフェルス伯爵やプランダウイコールヒレプラント男爵が所有した華麗な城で7回改築が行われている。25万平方メートルの敷地には121種の草木が植えられている。バルポボ公園はスラボニア地方では一番美しい公園とされている。バルポボでは毎年夏に文化行事が開催され重要な行事となっている。また、 周辺部の川や湖では、釣りが楽しめるほか、狩猟やワインなども楽しめる。ありがとうございます。